皆さんご承知の通り、シンボリー先生、大変快活な方で、そして、親しみやすい方でありますから、声を形に、地域の声を拾い上げて、それを形にしていく、うってつけの方というふうに思っております。そして、今、親しみやすいと申し上げましたけど、私は一層の親しみを持って、親近感を持っているんです。それはそもそも、まるっきり同じ、同じ学年でありまして、育った時代背景も同じだということもあるんですけれども、民間の会社で、もともとは政治家の系譜、名門と、小松社長、会長とおっしゃっておりましたけど、そういうお出でありますけれども、民間の会社で20年以上働いてらっしゃいます。私も、そうなんです。ですから、政治を見るときに、民間だったらどうなのかなって、こういう見方をいつもされていて、そこで、そうだなって私もうなずくことが、大変多いんです。そして、これはまたちょっと違う話なんですが、本当に親しみを持っているのは、共通の趣味がありまして、読書が大好きという方たくさんいらっしゃると思うんですが、読む作家がもうまるっきり同じなんです。マイナーな作家なんですけれども、本当に全部の本を読んでいるということで、よくFacebook なんかでも見かけるんですけど、同じ趣味を持ってるなということで、いろんな場面で、そのことについてもお話を、させていただいているところでございます。明るいこともございます。すべて、低めで政治、しっかりやっていかないといけないと思います。横浜市のために、神奈川県のために、そして日本のために一緒に仕事をしていきたいと思います。どうぞ皆さん、よろしくお願いします。